はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。今日の、動画は月刊フローリスト2月号の How to do 画の動画となります。今月号2月号は、まあ、2月と言ったらやっぱバレンタインでしょうということで、バレンタインデーの、ただ普通のアレンジじゃ面白くないんで、今回は、まあ、先月もブーケだったんですけど、今月もちょっとブーケにしてみました。ちょっとね、こうバレンタインを意識した可愛いブーケを作っていこうと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。ハッピーバレンタイン。 Yes。 まず最初にですね、このサンゴミズキを使ってこうブーケの骨組みを作っていこうと思います。割とね、こう複雑に作ってしまうとすぐにこうできなくなってしまうので、まあ、簡単にいきます。まあ、サンゴミズキをこう2本持って、まあ、細いところを持ちましょうね。で、下の根元のところをこの24番ワイヤーでこう巻いて止めましょう。巻いて、普通に巻いても止めちゃう感じですね。まあ、大体こう2箇所ぐらいね、巻いといたらいいんじゃないですかね。こう2箇所止めて、こう触角みたいになってますよね。これを、まあ、サンゴミズキは曲がるんで、こう溜めるんですね。溜めて形を整えていきます。要はちょっとこうなりたいわけですよね。こうなりたいわけです。それでここの横ですね、横がくっついちゃわないように、まあ、細いね、こういうサンゴミズキの細いところをこう横切りにして止めていきます。はい、このようなヘルパーがね、できました。まあ、ちょっとね、ハートにしようと思ったんですけど、結局お花が入ってた時のハートの形にはならなそうなんで、こう雰囲気だけね、ちょっと可愛い雰囲気で作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。では早速やっていきますが、さっきのヘルプだとちょっとここの長さが、チューリップって一番最初にチューリップ入れていくんですけど、その長さが合わなかったんで、ちょっともうちょっとバンディングポイントを手前にね、手前というか長さをこう短くしていきます。あなたの長さをね、要するに、まあ、ここにこうチューリップを引っ掛けて、ここのバンディング持ってるところの長さまで手が届くように、茎が届くようにしました。チューリップは、茎がすごく動きます。なので少しこうワイヤーでね、固定しときましょう。で、まあ、チューリップはね、自由にこう、自由にというかワイヤーで引いて、形のいいところで止めていきましょう。はい、ちょっとすっげえ無口になっちゃいましたけど、結構真剣です。今回かなり難しいです。まあ難しいのをやらなかったら意味ないんですけど、いやマジで難しいです。
はい、完成です。わかったでは、結束写真を食べてみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。まだね、ステム上げしてません、こちらは。連載の紙面ではステム上げしたブーケを写真に載せようと思ってます。この後でも写真撮ったらもしかすると最後のところに、この動画の最後に載せるかもしれませんが、載ってなかったらフローリスト、月刊フローリストの紙面を見てください。ステム上げしてさらに素敵になった姿が見れると思います。なかなかね、無口で作っちゃいましたけど、今回は、まあカニ食べてる時と一緒で、本当にこう真剣になった時は無口になっちゃいます。でもすごいかっこいいのができました、おかげさまで。ではね、また来月 How to 動画でお会いしましょう。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。こちらは見えてないと思いますのでね。ではよろしくお願いします。あと高評価お願いします。